聞いたんですけど、なんか早く感じたり遅く感じたり、何言ってるのか分かりませんが、OB、私 OB、小太郎くん OB なんですけど、やっぱりこう、なん
か現役の普通のシャッフルに比べたら、うん、若さがね足りないんですね。え、そう思いませんか？なんか今長丁場ですけど、座っててね、こう聞いてたりとか、それも 一段といいんですけど、なんでその逆に言えばこうなんだ、社会人になってこう大人感今からちょっとこう大人感をこう出せるように選曲してまいりましたので、そうやったらいい感じで聴いてもらえれば全然大人っぽくないですけどなんでこうみんなこうちょっとこうゆらゆらいい感じに乗ってくれたらと思いますのでお願いします。
僭越ながら。いや、ごめんね、もう竹縄ですけど。いや、本当に。今日はお集まりいただきありがとうございます。このような企画をね、考えてくれた岡島康介さんはじめ、さまざまな方、ね、PAさんの方に感謝。いや本当にまあ、なんでね、こんなバンドをやったかっていうんですけど、実はですね、僕がまあ就職試験やってる時にですね、ちょっとエモくなりすぎて部室を見に行ったんですね。部室見に行った時に事変をやってまして、でその時にまあ棚賞が出て、その時やってまして、でそのままなんかその就職試験の合格発表を見に行く時に、田中とあと能見と一緒のバス乗って、まあ、合格見に行ったんですけど、まあ、その時に田中ちょっと覚えてるか分からないんですけど、一瞬バンドしたいですみたいなことを、ね、まあそういうことでちょっと岡地さんに懇願して楽しくお話ししてください。なんとか今回ちょっと僕がやりたかった事件ができていくことができて、はい、感謝しております。じゃあ、あと2曲なんですけども、盛り上がる曲じゃないですけど、ちょっと、はい、頑張っていきたいと思いますので、よろしくどうぞ。ね、A のまま持ってきました。次の曲に必要なもの。この黒の使用済みの袋に、この使用済みの活性器。これを皆さん覚えているでしょうか。ご存知の方はいらっしゃると思いますが、先祖代々ですね。ディープ代々受け継がれているのかな。若とビッキーと、そうなんですよ。で、ちょっとこう私が残り2曲続いてまいりますが、皆さん楽しみに。
たくは見せた。